前髪が重めなので、あの韓国風には難しいなと思って、もう単純に可愛くしちゃえと思って、あのもうちっちゃい子をイメージした可愛いヘアにしました。みーちゃんは個人的にデコ出しが可愛いなと思って、あの結構あの髪型を考えるときに画像を検索したんですけども、みーちゃんがこの髪型が一番似合うなと思ってやったー、ありがとうございます。もあちゃんはやっぱ三つ編みは似合うし、三つ編みを個人的にしてほしかったのでやってもらいました。時にふわってなるんですよ。あの結構キュッってなる子が多いんですけど、ふわってなるから、そうこれを生かしてあのゆるいツインにしたら可愛いなと思いまして、これにしました。眉はあのこれをなんか写真を撮る時に前この髪型にしてて、あのこれが韓国っぽくて素敵って思ったので覚えてたのでこれにしました。本番直前まで何をするか全く考えてなかったんですけども、なんかいろいろゆあちゃんのこれを見て、あ、なんか2つ上にあるの可愛いなと思って上に2つ作りました。可愛いわ、ね、受信してるの。なんかでもビビビって感じにしましたよ。まあ、ある程度、聞き取りやすいように、
バンビーと絆の力をやるんですね。あの普段やる曲ではないんですけども、だけどその稀にやった時に特に楽しい曲がその2曲で、なんだろう、すごい好きな曲なので選びました。詳しくなれるように日々いろんな情報を仕入れてます。